藤田様、本日はよろしくお願いします。お願いします。まず藤田様の自己紹介をいただきたいです。お願いします。藤田拓也と申します。2003年卒業で総合政策学部卒業、現在広告代理店にてクリエイティブ職として働いています。広告制作の仕事をしていまして、企画職ですね。クリエイティブディレクター、プランナーとして働いております。コピーだったり映像を考えたりっていう、その表現の制作もありますし、手口問わずどうすれば人が動くかなとか、どうすれば企業の課題を解決できるかなっていうようなところを考えて、手段ソリューションとして提供するということが仕事になります。電通というところで働いています。電通さんはどういった特徴を持った会社でしょうか？会社のカラーというか、あれとしては元気に、結構熱くて、仕事に対してもまっすぐだし、人に対してもまっすぐだし、そういう会社だなというふうに中にいる人間としては思っています。藤田さんがお仕事をしていて楽しい瞬間はありますか？どうやったら人が動くかなとか、課題が解決できるかなっていう企画してる時が楽しいですし、でそれをクライアントさんにご説明をして喜んでいただいた時で、まあ実際に実行に移ってクライアントさんがその思ってた結果が得られたりとかして喜んだり、で生活者が動いたりするっていった時も嬉しいですし、また生活者が喜んでる姿を見るっていうようなこともすごい励みになります。広告代理店で働くためにはどんなスキルや経験、準備が必要でしょうか？これをやったら入れるっていうことはないと思うんですけど、大事だなと思っていることは、自分が何を面白いと思っているのかってことだったり、世の中が何を面白いと思っているのかっていうところにアンテナを張ったりとか、すごい考えたり、そういう人たちが向いてるんじゃないかなと思います。考えてる量が問われたりとか、いい結果に結びついたりとかするんじゃないのかなと思って、世の中にあるいろんな表現物に対してたくさんそのインプットを入れていく、いろんな本を読んだり、いろんな映画を見たり、いろんな CM を見たり、新聞を読んだり、そういう世の中の動きだったりに敏感になって、インプットをたくさん入れておくということが大事だと思います。インプットなくしてアウトプットがないので、そこは大事なことなんじゃないかなというふうに思います。総合政策学部での学びは今どのように来てますか？まあ、総合政策学部は皆さんご存知の通り、世界で起こっている課題って一つの専門性でもって向き合っても解決できないんじゃないかっていうところで、いろんな領域のやり口をミックスして答えを出していこうという学問だと思うんですけど、社会に出てもう全く同じことが多発してるなっていうようなことがあって、一つの同じ領域の中だけで解決するなんてことはほぼなくて、複雑に絡み合ってるので、その異なる領域の掛け合わせでもってアイデアを生んでいくっていうようなところに、自然に大学生の時から向き合えてたっていうところはすごい強みかなというふうに思っています。今の学生に伝えたいことはありますか？すごい苦しいと思います。今コロナ禍ですごい学びにくい環境だし、まあ遊びにくい環境だしっていうところがあって、すごい大変だろうなと思ってます。思い描いていた学生生活とちょっと違ったりとかするんじゃないのかなっていうふうに想像するんですけど、まあそこに負けないで貪欲にこう刺激を受けようと自発的になってもらえるといいかなと思ったりしてます。社会に出てどの会社で働いたりとか、自分で事業されたりとかしても、やっぱ考えて動くっていうようなこととかがすごい大事になってきますし、そうやって社会見渡した時に、世の中に存在するほとんどのものが何らかの人のアイディアとか考えによってできているっていう、それをこう汲み取ろうと考えるっていうことだけでもすごい勉強になるなと思っているので、授業を受けるときにも説明されている内容自体ももちろんなんですけど、なんでこの先生はその授業の中でここのポイントを強調して説明してるのかとか、なんでこの授業がそもそも存在してるんだとか、そういうふうなことを考えたりとか、なんでこの法律が認められないのかなとか、なんであの国はこの政策に対してこう反対してるのかなとか、そういうものを結構なんでなんでって突き詰めて考えていくっていうようなことがすごい勉強になるなと思ってまして、でそう考えるだけじゃなくて、次に自分だったらどうかなって、どうするかなみたいなこととかを考えてみるっていう、なんかそういうインプットとアウトプットを意識的にずっと繰り返してるっていうようなことを習慣化しておくと、社会人として世の中に出た時どこ行っても通用するんじゃないかなと思うので、ちょっと意識して考えるだけでも面白がれることはたくさんあるし、勉強って
字面だけでいくとそういうつまんないものに見えちゃうかもしれないけど、そういうさっき言ってたようななんでなんでを繰り返すことこそ勉強な気もするしとも思うので、そういうところを積極的にトライしてもらえるといいんじゃないのかなというふうに思います。